方に行きましょうか。というわけでね、今日も始まります。今日はですね、このわかるかな、もうだいぶね雰囲気変わってしまったんですけど、あの表町のね一番、果てにある千日前商店街ですかね。もう商店街じゃなくなってるほど、もう結構開けたような、ね、感じになってんですよね。もう前あったんですけど、もうここも崩しちゃってね。今日はちょっとこの辺で歩いて、なんかいいとこあったら入っていこうみたいな感じで行こうかなと思います。煮込みと酒、千日センター街。賑やかですね。ここもね有名な、ラーメン屋さん、味噌ラーメンがね有名なんですけど、今日お休みということで、郷土料理、ここは新西大寺町商店街。その下にオクトーバー特別おすすめ料理、お得です。ちょっとこれ気になりますね。ここに今日行きましょうかね。ちょっとドイツ系のお店に、前からね気になってたんですけど、いいですねこれ。ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ソファヘルスバイスニュンベルテのコールです。
またあれですね、日本のビールとまだ全然違って飲みやすいですね。はい、というわけでごちそうさまでした。今日はね、ちょっと、オランダ通りになるのかな、まあそうですね、心斎台町商店街とオランダ通りのこの十字路に、差し掛かったところにあるんですけどね、今日は本当に初めて行くお店だったんですけどね、まあ、なんか結構ね落ち着く感じでいいかなと思いますね。ちょっとまたね行ってみたいなと思いますね。ジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。